い、どうもご安全に。青函溶接職人カジチャンネルのカジです。今回はティグ溶接を徹底的に1から10まで解説の第2回のつもりでしたが、ティグ溶接を徹底的に1から10まで解説第0回と題してお送りします。0回って思いました。エピソード0みたいな感じです。これから DIY なんかで溶接を始めてみようかなって思っている方もいらっしゃるかと思いますし、初心者の方もいらっしゃると思います。溶接の危険性と必要な保護具の解説を初めにしておいた方が良かったなと思いまして、順番は逆になりましたが、この動画を作りました。この動画を見て KY 危険予知をしていただいてから溶接にどっぷり使っていただきたいと思います。はい、今回解説することは青函溶接を本職としている人には当たり前のことですが、これから溶接を始める方や初心者の方は知らないこともあると思うので、この動画を参考にしていただければと思います。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。ティグ溶接を始めるためにはティグ溶接機のセットを買うだけでは始めることはできません。アルゴンガスや保護具なども必要になります。アルゴンガスはどこで手に入れればいいのかと思いましたが、町の酸素屋さんやガス屋さんに問い合わせをすればボンベの購入やレンタルができるそうです。保護具とは溶接をする際に我が身を守る装備のことです。我が身を守る装備が必要ということは危険なことがあるということです。今回はティグ溶接をする際の注意点と必要な保護具について解説します。ティグ溶接をするとき特に注意が必要なのが火傷対策と紫外線対策、溶接ヒューム対策だと思います。この3つに焦点を当てて危険性と防具について解説します。鉄などの金属の融点は1500度以上なので、金属を一瞬でこの温度にするだけのパワーを使って金属を溶かし溶接をするわけです。やけどに注意するのは当たり前のことですよね。革手袋などの防具を使って作業をしなければやけどをしてしまいます。革手袋にも写真のように厚手のものや薄手のものがあります。ティグ溶接はよっぽど高い電流で溶接するのでなければ、薄手の革手袋の方が使い勝手はいいのでおすすめです。私がティグ溶接をするときは腕までカバーする薄手の革手袋を使っています。ティグ溶接に関わらず、溶接をするときは紫外線に注意しなければなりません。紫外線とは可視光線よりも波長の短いものが紫外線です。溶接時の光からは紫外線が出ているので、直接肌に光が当たらないように作業をしましょう。紫外線を浴びすぎると細胞の中の DNA が次々と破壊されていくらしいです。そのことにより皮膚に赤みができたり、ひどい場合は水ぶくれになることがあります。シミ、シワ、皮膚がん、白内障の原因になるほか、免疫機能の低下を引き起こすなど、人体に様々な悪影響を及ぼす可能性があるので、溶接時には適切な保護具が必要となります。服装は長袖長ズボンが必須です。熱に強く丈夫な綿素材の服装が最適だと思います。私はさらに鉄鋼と呼ばれる保護具をつけています。目も皮膚と同じように紫外線で火傷をしてしまいます。溶接の光を直接見ることは絶対にやめましょう。私の経験では目が焼けると目がゴロゴロして涙が止まらなかったり、視界がぼやけてしまったりします。この症状は目を焼いた直後では分かりません。数時間経ってから目がゴロゴロするなって感じがしてきます。症状が出る前でも暗い場所だと光を見た時にぼやけて見えるので、目が焼けてるなって分かります。目を焼いてしまった時は氷嚢などで
冷やすと症状を軽減できます。焼けた目でテレビやスマホなど明るいものを長く見ると症状が悪化します。目を焼いてしまった時は目を冷やして早く寝てしまいましょう。次の日には症状は良くなっているはずです。1日経っても目に異常がある場合はゴミや金属の破片が目に入っていることもありますので眼科に行ってください。溶接が上達すると無意識に紫外線を避けることができるようになるのか自然と目を焼かなくなります。その目を守ってくれるのが皆さんが憧れた溶接面です。私もこの仕事を始めたばかりの頃は憧れました。溶接面にもいろいろあるのでご紹介します。一般的な溶接面です。比較的安く手に入れることができます。黒ガラスで溶接の光を軽減して金属が溶けた部分を見えやすくします。黒ガラスにもナンバーがあり数字が大きくなるにつれて色が濃くなります。私はナンバー11を使って主に半自動と呼ばれる溶接に使っていますが、ティグ溶接で使用しても問題はありません。電流が低い時は濃い黒ガラスだと見えないかもしれないのでナンバー9あたりの薄めの黒ガラスがいいと思います。黒ガラスで見ていても目が焼けることがあります。溶接の光を黒ガラスで見て眩しいと感じる時は数字の大きい黒ガラスに交換しましょう。私は黒ガラスを保護するために普通のガラスで挟み込んで使っています。さらに黒ガラスにはクラフトテープを周りに貼って割れにくくしています。使い方としては黒ガラスを上げた状態でトーチの狙いを定めてから黒ガラスを閉じてティグ溶接をスタートする必要があります。自動車工の溶接面です。私がティグ溶接するときはこの自動の面を使っていますがとても気に入っています。構造はこのようになっています。先ほど紹介した溶接面は自分で黒ガラスを閉じる必要がありましたが、自動の面だと光に反応して黒ガラスに変わってくれるので黒ガラスを閉じる必要がなく最初から両手が使えるのもメリットです。この自動の面は値が張りますが最近は安い自動面もあるので探してみてはいかがでしょうか。機能としてはソーラーパネルで充電します。光を見るときにしか使わないので最適だなと思います。このタイプは補助電源として電池 CR2032 が2つ必要です。こんなところに入っているんですね。シェードボタンで黒ガラスの濃さ9から13の調整ができます。2秒押しっぱなしにすることで濃さ5と8にも変更できます。私はいつも11に設定して60アンペア以下で溶接するときは8にしたりします。いちいちガラスを交換しなくてもいいので重宝します。センスボタンはセンシティビリティの略でどのくらいの光に反応するのかを決める感度の調整ができます。私はほぼティグ溶接にしか使わないので3にしていますが、この溶接面でグラインダーなどを使う方などは感度を下げると火花くらいの光では遮光しなくなるので保護面的な使い方もできます。ディレイボタンで溶接が終了して明るくなるまでの時間を調整できます。溶接し終わってすぐはまだ眩しいのでディレイは非常にいいと思います。好みの時間に合わせてください。変わり種として狭い場所などの溶接用に革の溶接面などもあります。使い勝手はとても悪いです。この面を使うときはこの面でしか入れない場所の溶接なのであまり使いたくはありません。
溶接ヒュームについて。溶接ヒュームは鉄鋼業界にいれば聞き慣れた言葉ですが、溶接をしたことがない方などは聞いたことがないと思います。被覆アーク溶接や半自動溶接は白い煙が出るので、吸うと体に悪そうだと感じませんか？実際に体に悪いので必ずマスクをして溶接します。ティグ溶接は煙も出ないので大丈夫そうに見えるのですが、ヒュームは発生しています。水が液体で気化するように、金属も溶けて液体になると気化するんです。ティグ溶接で金属の湯気は見えないと思いますが、金属が溶けると一部が蒸気に変わって大気中に放出され、蒸気が空気中で急激に冷やされて酸化し、金属のとても小さな粒子になります。大きさは 0.1 ナノミリ程度、1万分の1ミリととても小さく、吸い込むと呼吸器に蓄積されて様々な健康被害を引き起こす恐れがあります。これらを防いでくれるのが防塵マスクです。私が長年使っているのが堺式 1005R08 型です。溶接面に干渉しづらい設計なのでおすすめです。ちなみに私の使用後のフィルターはこんなに真っ黒になっています。これを吸っていると思うと嫌ですよね。フィルターには表裏があるので、内側と書いてある方を内側にセットします。黒いフィルターは匂いを軽減するもので、防臭用 KBC フィルターと言います。ティグ溶接だとつけなくてもいいと思いますが、匂いの気になる方は使用してみてください。マスクの内側に湿気がたまるのでスポンジを入れます。ゴム素材を直接つける方が密着はしますが、汗で気持ち悪いので私はメリアスと呼ばれるマスクのカバーをつけます。マスクをつけたら上部にありますフィットチェッカーと呼ばれるところを上まで引き上げて息を吸い込み、マスクが顔に吸い付くように感じられれば正しい装着となります。いちいちマスクをつけるのは面倒だなと思うかもしれませんが、安全第一、健康第一、体が資本です。呼吸がしづらくなったらフィルターを交換します。定期的に洗うことも忘れずに、部品は個別に購入可能なので、ゴムの弁やゴム紐などが朽ちてきたら交換しましょう。使い捨ての溶接用防塵マスクもありますので、必ずマスクをして溶接をしていただきたいです。はい、どうでしたか？プロのレーシングドライバーはシートベルトの重要性を痛いほど分かってますよね。溶接も同じように保護具の重要性をしっかり理解していないと危険です。溶接のプロに近づくためにこの動画を参考にしてください。はい、質問、感想ありましたらコメントください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。